あ、ちょっとさっきね、官邸から依頼のあった話のを伝えたいんだけど、至急。あ、じゃあここで言ってください。はい、先ほどから、海外人 の、 あの話として、あの疑問として聞かれたんで、今調べたところ、あのこれは何かというと、1号機のポンプはちゃんと動いてるのか、注水してるのかというご質問でした。それで現場の表示を見ると、まずポンプの素質圧は 0.46 メガパスカル、それで今の原子炉圧が 0.357 メガパスカルということで、ポンプの素質圧の方が大きい。それから流量計が、ちょっとこれ流量計のについてちょっと気がつかなかったというか、そのデータをですね、ちょっと今まで、あるというのはちょっと気がつかなかった、申し訳なかったんだけど、これを確認しました。そのところ367リッターパーミニッツ出ているということで、一応これをトンに換算すると22トンパーアワー程度は出ているというふうに思われます。ということを連絡してください。はい、了解しました。